い、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうなです。牧場物語オリーブタウンと希望の大地、続きからやっていきましょう。はい、前回の続きからということで、春の月9日月曜日、そしてですね、前回ちょっとチェックしたんですけど、お天気お姉さんが天気をお知らせしてくれてます。今日は晴れなんだけど、10日は雨、そして11日も雨ということで、明日明後日がね、雨になるんだよね。まあ、予定を見ると12日までね、ちょっと空いてるので、10日11日は鉱山に潜るさ、チャンスなんじゃないかな。前回配信の中でまだ体力があるからって言って鉱山にね、入ったんだよね。でもその時はちょっと最後まではいけなかったので、今回はちゃんとね、張り切って最後奥の奥まで行ってみたいと思います。そしてですね、今ちょっと2000ゴールドほど溜まってるので、何に使おうかなっていろいろ考えたんだよね。あ、かわいい、キツネのおちり、めちゃくちゃかわいいんですけど、ちょっと香ばしい匂いがしそう。使うもの実はいっぱいあって、例えば工具をちょっとアップグレードするとかもいろいろあるんですけど、その中でですね、私はせっかくログハウスも作ったので、ペットを飼いたいと思っています。いらっしゃい。あら、あなた何か嬉しそうね。そうなんですよ、ログハウス作ったんです。まあ、お家を大きくしたの？いいわね、広々と使えるでしょう。そうだ、せっかく大きくしたんだから、ペットと暮らしてみるのはどう？これ、プレゼントするわ。受け取ってちょうだい。え？もしかして、お金で買おうと思ってたのに？ペットと散歩するときに使うリードよ。うわ、ペットじゃないんだ。リードくれたんだね。リードについて、ペットに向かってリードを使うと、一緒に散歩することができます。もう一度リードを使うと、散歩を終わらせることができます。一緒に散歩するのは楽しいわよ。すごく嬉しそうな顔するんだから。ペットと暮らしたくなってきた？興味があるならブリジットに声をかけてちょうだい。あなたがどんな子を選ぶのか楽しみだわ。なるほどね、やっぱりペットは自分で飼えっていうことですね。わかりました。お金なら持ってきました。お、待って、ラブラドールレトリバーは3000コールなの？バーニーズマウンテンドッグ、シベリアンハスキー、マジ？なかなかお家では飼えないよ。ボーダーコリー、あ、ボーダーコリーも賢くて私好きだな。ミックス。ミックス。あ、ミックスもいいね。ちょっと猫もおる。どうしよう。メインクイーン。これは、散歩を一緒にすることができる。え、猫にリードつけるの？そのあたりはちょっと気になるんだけど。うわ、猫にするか。それとも、犬にするか。ここからがまず問題。いやー、性格違うのよね。やんちゃとか穏やかとか。元気いっぱい。ラブラドールとかでかくていいな。好きな犬を飼うのも、ちょっと夢なんだけど。ここはさ、普段あまり、自宅では飼えないような大きな犬を飼いたいな。ということで、そうだね。私は決めた。3000ゴールドまでお金を貯めるぞ。何か、お、ミネラルブリーダー。ちょっと、証拠をゲットしてますね。出荷額1万ゴールド。ビッグフィッシャーということで、またこれコインをちょっと換金しましょうか。で、おさらい。市役所がね、依頼出してます。町からのお願いは、木材を5個ください、アイアンゴッドを5個ください、布を3個ください、ということで、この3つだね。日替わりが鉄鉱石だね。まあ、鉄鉱石はインゴットにするので、ちょっとあげることは今はできません。不思議な餌っていうのもらってたね。釣りの称号でもらったんのかな、これ。釣り竿に装着することができる釣り餌、金魚がヒットしやすくなる。だって、これ使うってできるのかな。つける、はい、つけて釣りをするでいいのかな。ただこの釣り竿で大丈夫かな。これボロい釣り竿でしょ、初期の。お、よし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 。なんか体感的に青から白になって、その次赤くなるから、そう、白の時にちょっとビビりがちに、ちょっと置いて置いてあげると失敗しないイメージ。ここら辺でね、いけんじゃない。お、小さい。
光る魚、23センチを釣り上げた。おお、光る魚だって、なんかちょっとプラチナっぽいね、シルバーっぽい。これはなんだ、本当に珍魚だね。ピカピカに光る珍しい珍魚、出荷額が高い。これいくらなんだろう。ちょっとちょうどペット欲しいからさ、気になるね。これ出荷するか。いいぞ、わかってるわかってる。これ初めて釣った時、釣りした時はマジでどういうことちょっと分かんなかったんだけど、慣れれば簡単だね。余裕でしょう。今度は違う魚なのかな。光る魚44センチ、 OK。 光る魚19センチ。ここで出荷額を見てみましょう。600、星1は、星1だと550。まあちょっとだけ下がるけどって感じだね。ということで、もう寝ますか。本当はここにさ、種も巻きたかったんだけど、ちょっと今日はバタバタしてて種巻くの忘れちゃった。明日雨なんで、朝ちょっと種をまいて、11日に炭鉱潜るか、それでもいいかもしれない。まずは今日は寝ますか。魚の寄贈。何気に初めてのお魚の寄贈。キラキラ光る魚、目立つところに、この辺に寄贈しよっかな。どんな感じなんだろう。寄贈いただきありがとうございます。これでオリーブ隊の発展にもつながりますわ。ちょっと見てみようか。なんか魚影は見えるけど、姿見えるのかな。水産物、光る魚。そっか、詳しくは見えないんだね。魚影がうっすら見える。光る魚、ちゃんと寄贈日もね、記されてますね。なんかイメージ的にはさ、光る魚だからピカピカ光ってるのかなとかって思ったんだけど、そういうわけではない。全部魚影なのかな。なんかさ、こうざっと見ると火曜日定休が結構多い。雑貨や動物や道具やホテルも火曜日でしょ。火曜日は気をつけないと。火曜日はお店休みが多い。よし、では参りましょうか。予定をね、変更して2日かけてちょっといろいろ行きたいなと思います。あれ、鉱山から出るっていうのははしごで出るしかないんだ。まあ、前回初めてね、鉱山に入った時、何を隠そう、私2時まで掘ってぶっ倒れて帰ったのでその出口から出たのかと思ってた。そうじゃないんだね。入り口は穴が開いてたのに、そんな感じで出られるわけじゃないんだ。壁はハンマーで。床が光ってた場合はクワでやるんだよね。これこれ、よいしょ、やった、ホワイトパール。登っていく。これね、もう終わりかと思うやん。そうすると、はしごがね、現れるところがあるから、鉄鉱石。大体なんか壁は鉄鉱石で、下は、あ、そんなことないね。下も鉄鉱石のままあるね。なんもなし、異常なし。じゃあ下へ回ります。で、お、モグポン、よくここまで来た。なかなかやるやん。ご褒美にこれあげるん。何、これからも頑張るん。頭からなんか吹き出してたけど、コロポックルみたいな。マグポンからホワイトオパール3
個もらった。あいつ何？鉱山の妖精みたいな感じなのかな。ちょっとなんかダークな感じもしたけど可愛かった。ああいうキャラ好き。え、何？当たりの回を引き当てるとマグポンが出てくるのかな。まだやれるよ。それともマグポンが出てきたらそこってこと？一番下まで来たってことかな。そうだね、地面は掘れないし。あ、下まで来たんだ。はい、地下10階が一番最深部かな。もっと深いとこないのかな。ちょっと明日も雨だし、ちょっと入ってみよう。糸メーカー、糸メーカーも作ってみた。あ、場所がな。近場に作ろっか。後で整理するかもしれない。いいね。どんどん作っちゃおう。寝る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 。さて、今日も雨ということで11日やっていきましょう。鉱山も、ただ鉱山を潜っていくのってあんまり深くないんだったら時間は5からでもいいかもしんないな。全然間に合うね。日課してからでもいいかもしれない。お弁当も作ってるしね、大丈夫だよね。ミスって火曜日が休みなのに種が買えなかったので結構この辺空っぽになってるね。今日は雨だから右も出さなくても大丈夫。あ、動物飼いたい。動物飼いたいけどその前にやらなきゃいけないことあるよね。そうするとめちゃくちゃ所持金が少なくなってしまう。まだペット飼えないか。まあ仕方ないね、それは仕方ない。ペットを早く飼いたいって思いがね、流行る気持ちがあるんだけど、その前にお金を貯めないとね、何もできなくなっちゃうので、やっぱり、お酒を遊ばしてちゃいけないでしょう。チャージで負けるので、9マス。最大9マス負ける。で、まあ、重なったところはちゃんと巻かないでいてくれるので、いいよね。オーバーしてさ、なんか重なっちゃったっていうことがない。これはいいなと思った。マヨネーズメーカー、オッケー。マヨネーズ作ってもらいましょう。あ、下がない。ちょっと待って、階段が開かれてないぞ。これ結構体力使うかも。あ、よし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 、降りれた。この鉱山はどうなってるんだ。昨日の鉱山と違うんだから。これ牧場物語あるあるですけど。お、いいね。なんか割と真ん中あたりにあんのかな。お、え、そんな感じしない？ちゃんと掘っていく。オパールの原石、真ん中あたりじゃない？おお、ビンゴ、すごくない？ちょっとこれ攻略見つけちゃった。なんか真ん中あたりにあるような気がするぞ。本当にだとするとその法則でいくとここなんだけど違う。いや、真ん中の方を攻めていこう。結構内側、端っこにはない説。うわ、
もういきなりさ、私の、あー！やっぱ真ん中？わかんない、3個割ったからな。私の仮説がいきなり崩れ方かと思った。やったー。同じ日ならばと、行かない行きませんね。やはり行きませんよ。ただ、本当に、おら、真ん中説は本当あるかも。どうですか、皆さん。ちょっとこれは、検証してほしい。マジで真ん中多いかもしんない。おぉ、底折りできる。底折りいけるよ。え、たまたまだったのかな、さっき。10階まで降りたときに、この妖精みたいのいたでしょ？マグナンとか。真ん中だけ割ってく作戦。おぉ、マジでそうじゃない？じゃあここだなぁ、そうなると。ここはこの奥か。ほらー、これはマジでしょ。これ違う人いたら教えて。だいたい真ん中のマスの 2列くらいのところにあると思う。岩が全部あるわけじゃないから。ほら、来た。おはよう、ユーナ。大事な連絡があるのを忘れておったので、伝えに来たよ。実はな、3日後にエッグフェスティバルが開催されるのよ。エッグフェスティバルというのは、年に何度かあるお祭りの一つでね、街の中に隠された卵を探すの。楽しいお祭りだから、ユーナもきっと気に入ると思う。それじゃあな、あと3日、ワクワクするね。エッグフェスティバルに、ネギモの卵を持っていかなくてもいいのかな。ほらほら、ね、仕事一緒に収めたいので、木でこれどうすか。よし、今日こそはペットを飼おうじゃないか。ということで、次回、ペットを飼っていきたいと思います。今日は炭鉱にたくさん潜りました。よければ、今日のね、炭鉱研究の結果に、よかったらグッドボタン、そして、ぜひぜひチャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次の配信、また次の動画でお会いしましょう。ゆうなでした。バイニャン。